宇野ナマエイト、よ、宇野さん、よ、宇野さん、アクセル、アクセルいいよ、いいよ、あ、持つね、いや、持ちますね、宇野さん、エジからがありますね、持ちますね、宇野さん、さすがですね、宇野さん、いやー、寂しかったです、本当に、いきなりすごい、ちょっと待ってくれよ、おもんね、おもん楽しみましたか、どうでした、おもんは、台風に巻き込まれて帰りがちょっときつかったです、台風ね。良かったでしょう。大丈夫でしたか本当に宇野さん。いや本当にね。何なんですかこれ。いや藤野さんがもしかして宇野さん偉いかもしれへんって言ってたから。あいや男気あるっていう話聞いたんでねちょっとこびっとこうと思いまして。あさあということでなんと、はい、セガインタラクティブからですね8代目宇野こと宇野かおる様にお越しいただきました。宇野さん。ありがとうございます。宇野さん今日もあれですか選ばれしと遊ぶですね。はいその通りですよ、柳原さんこれやろねえ、宇野さん僕持ってきますから、宇野さんはい、先週私はふるさとである山口県に帰省していたのですが、うん、あー、なるほどね、はい、はい、その時のお土産として、はい、地元のですね、地ビール地ビール、すげえ山口の地ビールやちょんまげビールちょんまげビールネーミングがすごいやつを買ってきましたので。どうですかお酒は？お酒飲みます。でもこれを機に飲みたいなと思って。これを機に。何ですか？缶も飲んでみたいんですビール。なんで？ビール飲んでみたい。お酒飲めるの大体か二人は。あ、ビールはあんまり飲めないので、これを機にあのぜひちょっとビール欲しいです。そんなやつ飲まんでええねん。ビール飲むの。あ、そんなやつ飲まんでええねん。僕がいただきます。僕がいただきます。僕はもう死ぬほど下校ですけど、僕これ。今日車で帰りますけども飲んで帰りますまかはい、こちらをかけてですね、はい、戦っていただきたいと思います何で戦いますかはい、対戦するゲームは APM3 で絶賛稼働中のブレイブルークロスタッグバトルですあらついについに私たちもバトル来ちゃうんですか、そういうことですよいいですこの日が来ちゃいましたがこの日が来たよやった戦 戦いますね戦いお前らできんのかいやちょっと初めてやるの で, なんですけど、ね、ずっと見てたけど宇野さんが教えてくださるので大丈夫お願いします頑張りますよ頑張りますよ頑張りますよはい、それでは ID カードが使いますので名前を あ, ありがとうございますいただきました、はい、どのキャラでいくのキャラクターは何でいかれますかね、はい、選んでいい直感で選んでください直感でもうショートカットでこの人ショートカットほらあれにもういいはい2体選びます強そうなの2体選びますよかっこいいどうしよう前にしようかなえいはいルビーですねこれはなんかもう自分が舞台で演じるならみたいなキャラばっかりそうですね選びましたねショートカットショートカットばっかりかんちゃんはかわいい女の子たちにしました2人ともなんか女の子選びですねはいはいかわいいあのねうわぁこう見てたのを自分たちがやるなんてさあすごいおぉじゃあ行きましょうイエーイやばいはい選ばれて真剣勝負ビールをかけてビールをかけたちょんまげビール飲みたいなさあおぉいけるのかえ、かわいい、やばい赤髪がランコでいいのかなで、白がカンちゃんねお、ランコまさにランコだよまさにランコとカンちゃん戦い見やすい、わかりやすいトランちゃんの方がいいですね強いランコが強いあっと一人歩き違いましたね、ランちゃんがあー、やばい本当に本当に切れた時のカンちゃんみたいな感じだ。ああ、強い。さあランコもペルソナで対応。ランちゃんがこれでほぼイーブンになっちゃいましたね。死神のコマ。そうです。これが強いんですよ。私は宿屋さん的にちょっと堪能使わせていただきましたけど。飛び道具なし。はい。おっとランコが行けるのかカンちゃんが持ち出すのか。
い。一戦目はランちゃんということで、ビール。一本ずつ。まだありますので。一本ずつですか？行きますよ。行きますよ。一本ずつ？やり口が業者や。はい、いろんな味があるのですね、はい、いろんな味試していただきたいと思います。ビールいろんな味、これが山口。すごい、山口。こんなことあるんでしょうか、ゲームの筐体ビールを並べていく。いいのでしょうか。実際のお店ではやらないでください。はい、お酒を飲んでくださいね。おっと、これはだから感謝の相性がいいのか悪いのか。おっ、おぉ、おぉ、おぉ、ランちゃんの方が…いや、しかも一心一体ですね。ほら、おカードしてる。必殺技使いましたよ、これ。おー、いい勝負だ。おー、いい勝負。おー、カタカタと。あ、でも、ルビーが強いんですよね、この球が。おー、投げまで使う。ランちゃんが投げを使う。おっと、入った。入ったか。おお、うまい。何がうまいのか説明してもらいますか。いや、今の投げはうまいですよ。カンちゃんを意識してやってる。あーっと、イエーイ。ちょんまげ、ちょんまげビール3本目があります。ありがとうございます。ビールがどん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 並んでいきます。すごい、これでビール強くなるかもしれない。すごい。はい、ということで、勝者は、ランちゃんということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょんまげビール2本ゲット。嬉しい。すごい。なんかですね、あ、だからこれはかーちゃんのじゃないんで、ちょっとさ、なんでですか。なんでですかって、負けたからでしょ。いやでもなんか改めて宇野さんのすごさが分かりました。今までやってみて。なんで宇野さんがどうすごいのよ。なんかちゃんと必殺技を器用に使うじゃないですか。私たちはタイミングとかまだ分からないですね。いや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 、飛び道具で器用に使ってただけやろ。すごいです。それもこの人はすごいですね。まあ、やってみてね、分かることもありますからね。はい、はい、ということで見事ランちゃん勝利。CM、 CM 来るぞ。おっちょんまげ。ふざけてんのか。カブトムシみたいなことだよ。いや、いいかもしれませんね。はい、ということで、じゃあ宇野さん、お知らせのお願いします。はい、スライドお願いします。イニシャル D のバージョン 2.1 は4月10日から稼働中です。はい、よろしくお願いします。次お願いします。はい、走り屋交流会3は9月28日北海道キャッツアイ新札幌での開催です。こちらも、よろしくお願いします。うん、そして、はい、今エラバイシの2人が激戦を繰り広げました、このブレイブルークロスタックバトルが、バージョン 2.0 に大型アップデートを決定しております。はい、はい、新キャラクターも、続々登場予定ですので、皆様ご期待ください。今週は以上です。はい、ということでね、なんかその大丈夫ですか、その選手、そのお盆で山口県から帰ってくるとき台風にあった言ってましたけど。あ、まあ1日ずらしたんで、あの満席の中立ちっぱなしでしたね。新幹線？新幹線、はい、山口からそうですね、東京まで、はい、何時間？4時間半ぐらいです。家族全員？いえいえ、私とあと小学生の子供1人。自分はあえて立つ。うん、というか2人ともあの地べたに座る。ああ、邪魔やったんですよ。間違えた。邪魔なわけないですよね。なるほどね、大変やったんですね。まあまあ出かけてみてもね、実家帰れて、はい、はい、ということで、じゃあ最後一言お願いします。はい、現在インスタグラマーの次に訴求すべき相手を探しております。そればっかりやんか。 APM3 絶賛稼働中です。はい、ゲームセンターでぜひ遊んでください。よろしくお願いします。はい、いやいや、お前も急に忖度しだしたな。はい、ということでございまして、以上宇野のマエイトでした。エルベルシー宇野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。目指せ大冒険。